アパッチコルドバはオープンソースのモバイルアプリケーション開発フレームワーク。ニトビソフトウェア社によってフォーンギャップとして開発が始められた。その後、アドビシステムズがニトビソフトウェア社を買収したことにより、フォーンギャップはアドビのプロダクトとなり、そのソースコードがアパッチコルドバとしてアパッチソフトウェア財団に寄贈され、コミュニティによってメンテナンスされている。 モバイルデバイスのカメラ、GPS、加速度センサーなどにアクセスするための API を追加することにより JavaScript、HTML、CSS といった Web アプリケーション開発の技術でモバイルアプリケーションを開発することができるのが特徴である。Adobe が開発した h o n e g a p Build というオンライン上で各種モバイルアプリケーション用のインストールパッケージを 作成するためのサービスもある。競合するとされるフレームワークの一つにチタニウムがあるが、チタニウムが JavaScript エンジン上で動作して、モバイルデバイスの API にアクセスする形態なのに、対し、フォーオンギャップは、モバイルデバイスのブラウザビュー上で動作し、モバイルデバイスの API にアクセスする形態のため、通常の Web アプリ開発と同じように作成できる。Android、iPhone、 Windows バイル、ブラッ Blackberry, ース、シンビアン o s ファイアーフォ OS, Firefox OS, 智膳 Ubuntu Touch, などのモバイルデバイスに対応している。2011年10月4日、Adobe は開発者向け、カンファレンス Adobe Max 2011において、ニトビソフトウェア社の買収合意を発表した。サンフランシスコで行われた iPhone オンデボキャンプの中で開発され、 フォーンギャップは、オライリーメディアが行っている、オライリーメディア S2009Web2.0 コンファレンスにおいて、ピープルズ・チョイバー・アワードを受賞した。その後公開され、フレームワークとして様々なスマートフォンアプリの開発に使用されている。フォーンギャップフレームワークはいくつかのモバイルアプリケーションの開発プラットフォームに使用されており、代表的な開発プラットフォームとして、 アシアル社のモナカ、ビジップス社のビジップス、IBM 社の IBM モーブルホーストプラットフォーム、カンバーティゴ、アップモービーがある。アドビシステムズは2011年10月4日にニトビソフトウェアの買収合意を発表した。買収によりアドビシステムズのプロダクトとなったが、フォーンギャップのソースコードはアパッチソフトウェア財団に寄贈され、 アパッチにおけるプロジェクト名としてアパッチコルドバと呼ばれている。アドビシステムズはアドビフォーオンギャップおよびアドビフォーオンギャップビルドとしている。フォーオンギャップの初期のバージョンでは iOS のアプリケーションは Apple 社製のコンピューター、Windows モバイルのアプリケーションは Microsoft 社の Windows のコンピューターでなければ開発できなかったが2012年9月にアドビシステムズは フォーオンギャップビルドサービスの提供を開始し、HTML、CSS、JavaScript のソースをクラウド上でコンパイルし、すべてのプラットフォームのアプリケーションをクラウド上で作成することが可能となった。2015年7月20日に公開された、マイクロソフトの統合開発環境であるマイクロソフトビジュアルスタジオ二 u 十五2015に追加された、 クロスプラットフォーム開発のツールの一つとして、アパッチコルドバが正式に追加された。ただし、マイクロソフトビジュアルスタジオ2015で iOS のアプリケーションを開発する場合は、Mac にリモートエージェントをインストールする必要がある。アパッチコルドバが対応しているオペレーティングシステムは現時点で iOS、ブラックベリー、n d r o i d WebOS、Windows Phone、 シンビアン OS、ゼン、バダ、FirefoxOS および Ubuntu Touch がある。以下は対応している、オペレーティングシステムと使用できる、機能の表である。ありがとうございます。